オフロード利用だけではなく、都会での乗り回しにも最適なミドルサイズ SUV、軍用車をルーツに持つ安定感のある走行性能と個性的なビジュアルも人気の一台。今回はハマー H3 ラグジュアリーのご紹介です。長さ4705mm、幅1995mm、高さ1920mm。クロームメッキのフロントグリルを採用し、個性あふれるフロントフェイス、タイヤホイールは16インチの純正ホイールを装着、女性や子供でも乗り降りしやすいサイドステップもついています。四角いボディや小さめのサイドウィンドウ、直線的なラインで描かれたオーバーフェンダーなど、存在感のあるスタイリングが特徴的です。丸型のヘッドライトは LED ヘッドライトを採用、前方を明るい光でしっかりと照らします。縦型のテールライトにも LED を採用、 LED フォグランプも装備し、夜間でも後続車に自社の存在をしっかりと知らせます。ルーフトップにはアウトドア用品などを固定するのに便利なルーフレールを装備しています。シートは高級感のあるライトカシミヤのレザーシート、インテリアはシートと同色のライトカシミヤとブラックで統一され、モダンで落ち着きのある室内空間を演出しています。シートはリクライニングの角度などを電動で調節可能、またヒートシーター機能のスイッチも装備されています。キーをステアリングコラム右側のイグニッションスイッチに差し込んで回すとエンジンが始動します。合わせてメーター類が起動します。ステアリングの左奥にはウィンカーやハイビーム、ロービームの切り替えを操作するレバー、ワイパーの操作もこちらで行うことができます。ナビディスプレイ下部にエアコン操作ダイヤルを装備、左側のダイヤルで温度調整、中央のダイヤルで風量調整を行うことができます。セレクター、レバーはストレート式、シフトポジションはメーター内のディスプレイで確認することができます。セレクターレバー後方に2つのカップホルダーを設置、アームレストを開くと中は収納ボックスになっています。収納ボックス内のトレイを持ち上げると下にも収納可能なスペースが用意されています。助手席正面にはグローブボックスがあり、車検証などを収納するのに便利です。また ETC 車載機もボックス内に設置してあります。運転席側のインパネ上部に車両周りのカメラ映像を表示できるモニターを設置、フロントシートのサンバイザーには照明付きバニティミラーがついており、身だしなみのチェックに便利です。ルームミラーには自動暴言ルームミラーを採用、照明付きのコンパスと外気温表示がついています。フロントシート天井部にはサンルーフを開閉するスイッチを配置、後ろのスイッチを一度押すとサンルーフがすべて開放され、その状態で前方のスイッチを押すとガラスルーフのみを閉じることができます。サンルーフの後方にはルームライトを設置、左右それぞれ独立して点灯操作を行うことができます。フロントドアにはパワーウィンドウの操作スイッチ、サイドミラーの調整スイッチなどが設置されています。下部には収納ポケットがあります。リアドアにもパワーウィンドウの操作スイッチを配置、フロントシートの裏側に雑誌などの収納に便利な大きめのネットポケットがあります。リアシートはレッグスペースにゆとりがあり広々としています。中央シート先端のカバーを開けると後席用のカップホルダーとしても利用できます。
横開き式のテールゲートの開口部は荷物の出し入れがしやすいスクエア型、中には広々とした荷室スペースが広がります。ラゲッジスペースのサイドを開けると収納スペースもあり、小物の収納に便利です。テールゲートの内側にも工具を格納するスペースが用意されています。バックレスト上部にあるレバーを引くと後席を倒すことができます。シート下部のレバーを引き、シートを前方にスライドさせることでよりフラットにシートを収納することができます。左右独立してシートを倒すことができ、より多くの荷物を積み込むことができます。オフロード性能だけではなく、ミドルサイズ SUV ならではの小回りの利くハンドリングの良さが魅力的な1台。以上、ハマー H3 ラグジュアリーのご紹介でした。